右がやっぱり右蹴りが力みやすい、うん、右の場合はどちらかというと右目で見ようとしちゃうから、ああまだその癖残ってる、残ってるんですよ。感覚的にはさ、タイミングがどうなの、やり込んないみたいな、右で見よう、はい、そういう要はちょっとさ雑念じゃないけどさ入ってるわけやん、はい、曲がりものが、その時に遅れるわけ、そういうのが入ってるタイミングで、あそれに合わせようとすると力むっていうパターンもある。どちらかというと遅れてる感じじゃなくて、うん、早くしちゃってる動作感じ、うんね、あとなんかテンポ感がない、うん、多分あの俺の言ってることと一緒だと思う、その間に合わせようとしてることで多分その力まなかったら遅れるんだと思う、あ、うん、テンポが来るっていうのもその一つの表現だけど、だから間に合わせないといけないっていうので余分に力を発揮するっていう状況を生んじゃってるんだと思う、うん、だから結局やらないといけないのはリラックスよりも、この場合はリラックスしようしようっていうよりは、ちゃんとリズムを取り戻すとか、この余分に曲がってるものを取っていくっていう作業、だから動きの効率化っていうのが選択肢だと思うわ。純粋に、ま、回しに行くと後ろ回し、左右差はある片側ずつ回しみたいな、ちょっとそういう感じする、はい、じゃあ逆に右手、小指が緩めて小指と薬指入れて、うん、よいしょ、そこの方です。じゃあ逆に小指しっかり止めてかけます、引き出す感じ、え引っ掛けてるだけ、血が抜けてるのが、裏が使えなくなってる気味に、だから、ポイントとしてはただ単なる柔軟性っていう意味じゃなくて、これってでもやっぱりあくまで後ろ回しなんよ、だから、左で蹴る時の左でオープンで、オープンクローズ分かるの、クローズとオープンや、はい、開いていく時の蹴る時の阻害因子にはなんない、あ、この動きがこれが柔らかくなるってことは、これがやりやすくなるってことは、はい、左で、ね、右の時、右で蹴る時はあんまり関係ないんだから、右のこの動き、はいはい、で、どっちにも関係ある動きってやっぱりこっち回しなんだ、これだとちょっと力みやすいから、普通にこういうので左右差も作られてるのか、で、片方ずつ回すと、こういう感じ、これがスタート地点ね、で、スタート時点では別に、あ、OK です、右と左は別に関係ないね、じゃあ、親指にゆっくりロマン、右も左も、これ重たい、これやだこれ嫌です、はいはい、で、小指締めね、やっぱこれが一番いいっすね、なるほどね、これが気持ちいい、もう一回右回して、右回すときは左キックの時きも、ただし、はい、これが原因でもあるか、いろんなとこが思ってるところ、思ってる自分のイメージとは違うところで結構触れてんねん、はい、これ動きの時、はい、なので正解から言うと、正解というかやってほしい形から言うと嫌だったこれ、はい、うん、ここまで締めなくていいよね、これ嫌です、これで触れるようになるのか、これが弱いからかというと、自分の欲しい動きとギャップがある、これが弱いから、これだとなんか全部動いちゃうからブレちゃう、そうだからちっちゃくしたいね、そう、まず限定されますね、そうだからクローズで振るときってさ、この限定が大事だから、はい、あんまり体が伸びすぎずに振りたいから、
うん、これがパターンにないから、うん、あと、いわゆるクローズステップとかやんか、はいはい、ああいうのとかもこれでやった方がいいです、うん、これが遅い、遅いし、これのパワーがない。常にこれやるとなんか力んじゃいそうなんですよ、うん、瞬間だけ無意識に映像を見たら閉まってたっていう状態。セットどうやってそれを作り出すんですか、無意識のこれの状態。練習する。ずっとこれやってたらこれがなんか染みついちゃうじゃないですか。だから力まずにこの形だけ作っといたら、例えばね、これぐらいでもいいんですか。触れてるだけでも、まずはで、この状態からこのアクションだけで、ここをきっかけに、今あくまでさ、こっからこっち作るっていうイメージっていうけど、はい、でもこの動きとこれがセットになってくるよね。この動きやるときに勝手に気づいたこうなるっていう、うん、だから指の形ってさ、いろいろやってるやん、はい、サーブがあれも意識的にやってる選手ほとんどいない。ないですよ、勝手に関係してなってる。それが効率いいですよ、単純。だから結局それない、そのパッケージ作ってるしやんか。ここ書いてもなんともなら、なんないし、ね、やってられるし。じゃあこっちの動きで。だからね、トレーニングの時にやってるだけでいい。ああ、普段はやらなくていい。普段気にしなくていい。で、キック練習の時にちょっとやるぐらいまで。試合とかは全然気にしちゃダメ。崩れちゃう。そうそう、うん、感覚で掴んでいかないから。だから利益、よくさ、関節伸びちゃうとかって、はい、なんか縮込めれない。あれはもうこんな症状です。伸びきっちゃう。しなやかに動こうっていうのが、締めなあかんときにもしなやかさが出ちゃって。はい、だから映像で見たときに、ビロン感がたまにあるんだよ。締めるとこ締まってないときが、遅れてるとか、男子と並んでやるときにすごい目立つ動きが、そうやって。男子は逆にしなやかが出てる。だからそれは体の特徴なのかもしれないけど、そこは使い分けないと。女子の良さを、しなやかなところの、女子とか関係ない。女子で磨いてきた、女子で磨いてきたしなやかさかな。女子の世界でこそ磨けるものってあるからさ、そこでやってきたものに、この締める動きを入れてくる。締めた動きは勝手に速くなるから、そういう制御の仕方を覚えていく。もう結構ダメダメ、まだ始まったマジですか、これ明日マジ筋肉痛ですよ。全然大丈夫です。本当ですか。周りに大丈夫って言ってた。だってほらまだ単独立ちすらしてないから。すぐ行こう。まだまだまだこれまだ浅いやつですよ。じゃあとりあえず次行くね、はい、この状態で今自分の中で勝手に大きくとちっちゃくと分けてな。で今度は体幹自体にねじりを入れていく、うん、だから最初何も考えずにこの動き、まあ、締めぐらいになるのかな。この動きの中からこっち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 。でポイントはこのペースは変えずに、このリズムを変えずに、まず普通に回してリズムを覚えて1212、このリズム変えずに、うん、で空間に胸を向けていく。遅れてるよ。1212でやったのが1212ですよ。遅れてるんですか。遅れてます。腕の振りはちょっと早くしないか。腕の振りを早くする。早くたずる。早くたまあちっちゃくする。だから2方向の掛け合わせやからタイミング難しい。もう一回まっすぐだけでテンポを取ってね。うん、でこれぐらいやったらねじれると
も遅れへんな、はい、このペースぐらいだったら、はい、じゃあもうちょっと腕の、肘の角度ちっちゃくして早く、うん、勝手に速くなるよね、ちっちゃくしたらね、うん、はい、そのペースで胸の動きを入れましょう。遅れるな、胸セパ、もっと胸セパック、そう、そう、今ぐらい、そう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 、そう、もうちょっと大きく 横に向かって横を描く、もうね、そうそう、極端に言うとこれぐらいで、うん、ここで回ってる、こういう状態知ってる知ってる、ちょっと辛い、ちょっと痛いわちょっと久しぶりやったアメリカで以来か、うん、今のタイミング合わせ練習やね、鍛えるのもあるけど、はい、鍛えられてるのがもうメインの目的じゃない、タイミングの3つの輪をタイミング合わせる練習やね、だから輪の数も高さも変えていくからね、今は何も考えずに、これ自体何も考えなくていいけど、最終的にはさ、ここで今基本になってるのか、ここでやったりとか、うん、いろんな高さでねじりの角度を変えていく中で間に合わせていく、これぐらいまで、そうだから、ここ行って回すぐらい、そう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 、じゃあさ、間に合ってないって分かるの左にもっと向いて、うん、で、腕の振りを速くすることで今度は体幹の速さを増していくっていうパターンもあるから、右もっと右、この辺までこんなにパンチするやつ、そう、これ、腕でこっちに行っちゃう、ここを通るんですね、あ、そう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 、難しいよね、腕の勢いやったの腕、これどう動いてますわかんない、 OK ね、パターンはなんかこういう感じ、まずは、で、下はまた明日、ちょっとずつ作っていくね、はい、うん、で、こういうのをもうやっといたら勝手にセットになってるから、はい、ちょっとずつでいいから、お尻をぐーっと突きに行って頭をこっちに倒していく、うん、で、突くまで戻したの、ぐいぐい行かずに突くまで行ったり行ったり繰り返して、こう見せてみて、最終的にはこうやって、うん、押さえていくのがいいな、これはあの受付はこれが追加、まっすぐでは伸びないところがこれで伸びるから、外側張ってきてないみたいな、なんかはい、だから、一方向やった後これ
フィードバック難しいわ。難しいですよね。自分自身もさ、サッカー選手としての自分に合ってる、自分はサッカーをちゃんと選んでやってるんだっていうのが分かってくる。